さあ本日はギャラクシーフォトン編パート2ということで、やっていきたいと思います。ギャラクシーのエクシーズモンスターに関してはあの1個前の動画でやってますんで、もしよかったらそっちご覧いただければなというふうに思っております。今日はですね、あのエクシーズモンスターじゃなくて、メインデッキに入る、ギャラクシー、およびフォトンご説明していきたいと思います。非常に多いんですよ、ギャラクシーとフォトンって。全部やってるとマジで4時間とかかかるんで、かいつまんでご紹介していきたいなというふうに思っております。早速いきましょう。まずギャラクシーっていう、まあ、あのモンスター軍はあのゼアルの人気キャラクターである、カイトさんおよびバリアン7個の1人ミザイルさんが使っているテーマで、フォトンっていうのは、ドクターフェイカー1ミが使用する、カテゴリーになっておりますと。で、まずですね、メインデッキに入る、モンスターでギャラクシーからいきたいんですが、ギャラクシーウィザード、効果モンスター、レベル4光属性魔法使い属、一ターンに一度自分のメインフェーズに発動できるよと。このカードのレベルをターン終了時まで4つ上げます。でこのカードをリリースして、デッキから、ギャラクシーウィザード以外のギャラクシーカード1枚を手札に加えることができますよと。これイベントで確かね、あのカイトさん使ってきた記憶あるんですけども、あの自分のレベルをレベル8にすることもできるし、あとね、あの攻術する、ギャラクシーソルジャーと持ってきたりとか、これ実はね、あの魔法トラップをね持ってこれる点が結構強くてですね、あのギャラクシーエクスペディションっていう、あのデッキから特殊召喚するカードとか、まあ後でやりますけど、とかギャラクシーゼロとか蘇生札とかも持ってこれるのが強いです非常に。でちなみになんですけど、実はギャラクシーサイクロンなんかも持ってくることは一応できます。ちなみにね、持ってこないけど多分ギャラクシーソルジャー、こいつはまあ強いね、これまあ強い。イベントでも使ってきたし、多分ね知ってる人も多いんじゃないかな。これ魔王 CG でもね、あの出張パーツとして結構優秀なんですよ。ギャラクシーソルジャー、このカード名の、効果は一旦に一度しか使用できないよ。で1番が、このカード以外の手札の光属性モンスター一体を墓地を送ると、手札から特殊召喚ができますよ。で、2番、このカードが特殊召喚に成功した時にデッキからギャラクシーモンスター一体を手札に加えますよっていう効果ですね。だから特殊召喚、消化器を使わずに特殊召喚しながらギャラクシーを持ってこれるんですよ。なんかぶっ壊れてます、あの簡単に言うと。あのちなみに同盟カードもサーチできるんですよ。だから手札コストさえあれば、5が2体並ぶということなんですね。例えばですね、サイバー流デッキなんかだとあのよく採用されてて、ギャラクシーソルジャーからギャラクシーソルジャー出して、5と5で伸ばしてインフィニティするみたいな、いわゆるノバインフィニティっていうムーブね、なんかあれができるんで、まあ、割と採用されてるし、まあ、ギャラクシーデッキで使う場合は一番ね綺麗な動きとしてはね、多分ねギャラクシーアイズフォトンドラゴンを捨ててこいつを特殊召喚して、でギャラクシーナイトっていう、あの後でやりますけど、あの妥協召喚できるやつ持ってきて、でそいつで今捨てたギャラクシーアイズフォトンドラゴンを蘇生してランク8みたいなことが結構簡単できるんで。しかもねリンクスってあのレベルコピーっていうめちゃくちゃぶっ壊れてるあのスキルあるんですよ。だからレベルコピー使ったら結構8とか簡単に3体並ぶんですよね。だからあのネオギャラクシーアイズフォトンドラゴンとかも結構ね出せると思う、意外とレベルコピー使えば。こいつはめっちゃ強いんでね、あのもしなんか実装されたら3枚は確保しておきたいカードかなと思います。ギャラクシーナイト、これもイベントで確かね、あのカイトさん使ってきたんですよね。自分のフィールドにフォトンまたはギャラクシーモンスターがいる場合はリリースなしで召喚ができますよと。でこのカードのマル1の方法で召喚に成功したら、墓地のギャラクシーアイズフォトンドラゴンを対象にしてそいつを特殊召喚しながら自分の打点が1000ダウンするよっていう効果ですね。でね、1000ダウンするよっていう効果は必ず発動しちゃうんですって、これあの最低によると。だからフォトンドラゴンがいなくても絶対1800になっちゃうっていう。だからねアタッカーとしてあの使うのはちょっと難しいかなとは、思います。ただし妥協召喚できるレベル8なんで結構強いんですよ。まあ、もちろん特殊召喚できた方が強いですけど、まあフォトンだけいりゃ、別に出せるんで簡単にっていうだからね。でしかもさっきのギャラクシーソルジャーからでも持ってこれますし、だからレベル8を簡単に用意できるっていう点ではすごく優秀かなと。まあ、ほぼでもランク8を立てるための、まあ、カードな使い道になるかなと思いますね。ギャラクシーアイズクラウドラゴン、こいつもなんか確か使ってきた気がするな、イベントで。このカードをリリースして発動できますよ。手札墓地から、ギャラクシーアイズ、クラウドラゴン以外のギャラクシーアイズのついたモンスター1体を選んで特殊召喚しますよと。ギャラクシーアイズクラウドラゴンの効果は一旦に即使用できませんよ。このカードが墓地に存在する場合は自分のメインフェーズにギャラクシーアイズのついたエクシーズモンスターの下に重ねることができますよということですね。でデュエル中に一度しか使用できないんで、一応一生に一度と言われているあのバルブとかと同じ効果になっておりますと。
リリースして簡単にギャラクシーアイズ出せるんで、手札墓地から割と悪くはないかなという感じですよね。っていうことだからフォトンドラゴンを出すこともできるし、墓地から蘇生することもできると。結構ギャラクシーアイズを墓地に送る手段っていっぱいあるので、だから墓地蘇生が簡単にこいつ1体から3000がポンって出てくるって思ったらかなり強いかなと。リンクスの場合はね、なんかその因果切断とかサンダーブレイとかあるんで、だからそういうカードでギャラクシーアイズ捨てといて、でこいつで釣るみたいな動きもできるかなと。まあ、単純にね3000-2500のねなんかモンスター出てくるって強いんですよ。ギャラクシーアイズアフターグロードラゴン、こいつもね特殊感条件めちゃくちゃ簡単なんで、すげえ活躍できそうな気がしますね。このカード名のマルチマリンの効果はそれぞれ一旦に一度しか使用できない。1番、このカード自分のフィールドにギャラクシーアイズモンスターが存在する場合は、手札から守備表示で特殊召喚できるようレベル8と。強いですよね単純に。しかもなんか打点も高いしな。でエクシス愛のこのカードがエクシスモンスターをの効果を発動するために取り除かれると、手札デッキからギャラクシーアイズフォトンドラゴン1体を選んで特殊召喚するか、自分のフィールドのエクシスモンスターの下に重ねてエクシス愛にできますよ。でこの効果を発動するタイミングがバトルフェーズだった場合は、自分のフィールド上の全てのナンバーズモンスターの打点が倍になりますよと。結構ロマンありますねこれ。しかもなんか倍になる効果永続ですもんねこれね。なんか雑に手札から出てこれるんで、割とギャラクシーアイズフォトンドラゴンがいるときにペッタリできて88でエクシーズみたいなのもできますし、それからまあこのねギャラクシーアイズ、フォトンドラゴンをなんかその特殊感できるっていう効果も結構強いですよね。しかもなんかこれ別に守備表示とか書いてないから攻撃表示で出して追撃なんかもできるんで、打点アップそして永続っていうのはいいねこれね。自分のフィールド上のナンバーズが打点倍になるっていう、まあ、ロマンだねこれ。こないだエクシーズモンスター編の時にやったプライムフォトンとかに使ったら打点が11200になるんですよ永続的に。バカ強くない？やばいよね。ギャラクシーエクスピディション、まあ、こいつはやばいね。これはぶっ壊れてるねどう考えてもね。銀河遠征は一旦に一度しか使用できませんよ。自分のフィールドにレベル5以上のフォトンまたはギャラクシーモンスターが存在する場合、デッキからレベル5以上のフォトンまたは、ギャラクシーモンスター一体を守備表示で特殊召喚すると。ランク5からランク8簡単にできますって言ってますね。これやばいでしょ。レベル8デッキから出してくるのそんな簡単にやっちゃうみたいな感じですよね。まあ、一応特殊召喚には守備表示っていう、まあ、限定ですけど、さすがにレベル8さデッキからポンって出てきたら強いっしょどう考えても。でこのカード自体もギャラクシーウィザードとかでサーチできるんで、さすがに強いかな。まあ、デッキからだけなんで、まあ、引いちゃったら微妙みたいなとこあるけどね。ギャラクシーゼロこれもなかなかねさ、カード名かっこいいんだよな。ギャラクシーカードって大体、ギャラクシーゼロは一旦にして使用できないよ。自分の墓地のフォトンモンスターまたはギャラクシーモンスター一体対象にして、発動できますよ。そのモンスターを攻撃表示で特殊召喚ができまして装備できますよ。まあ、早すぎた埋葬みたいな感じですかね。フォトン、またはギャラクシーの限定ので装備モンスターが、バトルフェーズに戦闘効果で破壊される場合は、代わりにこのカードを、破壊できますよと。で、表側表示のこのカードがフィールドが離れるとゼロになっちゃいますよっていう感じですね。結構ね捨てるのは簡単なんで、墓地に置くの簡単なんでギャラクシーモンスターを。だから、展開者としてはかなり優秀。銀河転生ギャラクシートランサーかっこよすぎ。カード名がラオウかな。このカード名のカードは一旦に一度しか使用できないし、このカードを発動するたら自分はフォトンまたはギャラクシーしか特殊ができない。2000ライフを払って、自分の墓地のフォトンを特殊召喚できますよ。そうね、フォトンを特殊召喚できますよ。でそのモンスターと同じレベルを持つギャラクシーモンスター一体を特殊召喚できますよと。だからあれですよね、フォトンだから別にギャラクシーアイズフォトンドラゴンとか特殊召喚して、でさらにデッキからギャラクシーアイズフォトンドラゴン出すみたいなこともできると思うので、まあちょっと条件はありますけど、これ1枚で2000ライフと引き換えに8が2体並ぶと思えばまあ強いですよね。アドバンテージ稼いでるんで。ライフ2000払うっていうのも、まあ、まあ割とね、このご時世リンクスではアドバンテージと言われてますんで、まあこれはかなり強いかなと思います。まあちょっとね若干ねその条件があるのが気になるところではありますけどね。フォトンスラッシャー、さあここからは、フォトンモンスターをご紹介していこうかなと思います。まあこいつはすごく有名なので知ってる人も多いでしょう。
このカードは通常召喚できないよ、自分のフィールドにモンスターが存在しない場合に特殊召喚できますよっていう召喚条件の効果で、自分のフィールドにこのカード以外のモンスターが存在すれば攻撃できないよっていう効果を持っていますと。これ雑に特殊召喚できるモンスターなんで、結構ランク4を使うデッキとか、あとリンクスワーにできるよみたいな、結構なんだろうな、モンスター数を稼げるカードなんですよ。でしかもフォトンついてるんで、いろんなサポートにも対応できるみたいな感じなんですよね。まあちょっとね、使い方難しくて、後引きするとめっちゃ弱いんですよね、これね。あと、被ると弱いんですよね。だからちょっと難しいモンスターではあるんだけども、横に並べるモンスターとしてはすごく優秀なモンスターですよね。フォトンバニッシャー。こいつもそこそこ強えよ。通召喚できませんよ。自分のフィールドにフォトンモンスターまたはギャラクシーモンスターがいれば特殊召喚できますよと。でバニッシャーは一旦一度しかし特殊召喚できませんよ。でこのカードが特殊召喚に成功した場合に、デッキからギャラクシーアイズフォトンドラゴンを1枚手札に加えることができますよと。だからですね、こいつがいるとギャラクシーアイズフォトンドラゴンの特殊召喚条件を満たしやすいんですよ。例えばさっき のスラッシャー特殊召喚して、でバニッシャー特殊召喚すると、フォトンドラゴン持ってこれるんで、持ってきたフォトンドラゴンを、2体リリースして出すみたいなことができるんで、まあ割とね、そういうサポートになってるかなというところで、このカードは特殊召喚した単に攻撃できませんよっていう制約効果と、フィールドのこのカードが素材としてエクシーズ召喚したモンスターは戦闘で破壊したモンスターが墓地に行かずに除外されるよっていう効果持ってますね。まあ割とこの3番の効果もそこそこ強くて、まあチューナーとかのなんかその墓地から蘇生できるチューナーみたいなやつを除外しておく置いたりもできるんで、割と悪くないかなっていうところですね。フォトンオービタル、カイト君の相棒のロボットオービタルセブンがモデルになっていると思います。多分ね、これ見た目的にもそうだよね。で2番の効果も結構発動しやすくなってて、1番ね、これね、自分のメインフェーズに自分のフィールドのフォトンモンスターまたはギャラクシーモンスター1体を対象にすると、自分の手札フィールドからこのカードを500ポイントアップの装備扱いとしてそのモンスターに装備しますよ。装備モンスターは戦闘で破壊されませんよみたいな。だからまあとりあえず装備して2番で外して持ってくるっていうことができるんで、まあちょっと回りくどいですけども、まあ悪くない非常にモンスターとなっております。ちなみにこのフォトンモンスターだったら何でもいいんで、フォトンワイバーンとかフォトンケルウェロスとか、ああいうのもサーチできます。一応さあ今日はこんなところに しておこうかなと思います。めちゃくちゃ多いんですよ、ギャラクシーとフォトン。喋ってる疲れたもん。気になった方はぜひちょっとフォトンとかギャラクシーって入れて検索していただければなと思います。本当に多いです。またね、新パックなんかが出たら、実装されたら、つどつどね取り上げていきたいなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。さあ懺悔の準備をして皆さんカイド実装待ちましょう。デュエルモードフォトンチェンジ、早くカイトさん、早く。